イエーイ急遽、長野に帰ることになりまして、東京駅に向かっております。出発したのがまあ9時なので、バカ眠いです。足立が長野行ったら何をしてるんだと思ってると思うので、自分が住んでた街をちょっと撮ってみようかなという、今日も今回も Vlog となっております。はい、じゃあ甥っ子がどんぐらい大きくなってんのかちょっと楽しみなんですけど、下の1歳の子はこれしか言えなかったんですけど、ずっと最近やっとジジ、ババ、ママ、パパ言えるようになってきて、ちょっと面白い言葉を教えようかなと思っております。ここでそれでは行ってきます。10時24分何枚入れた？狙いはどれですか？狙いはボルサリーノ君でいきましょう。今日の運試しでございます。この子たちは出ちゃいけません。この後ろの2人を出さないと。赤犬だまあ持ってないからね。もう一回行こう。同じ人が出ちゃうんですけど、今日は運がちょっとなかったみたいです。カチバレ猫を狙いたいと思うんだけど、なんだ、うわ、え、イケ猫かわいい、縁起がいいですね。あ、で、出ちゃいけない2人が出てしまった。長野駅着きました。なんか今善光寺でお祭りやってるみたいなんで、おいこと行ってこようね。レッツゴー。寝るの寝ます。はい、寝ます。おやなんかい。ここでいいのかな。家がめっちゃ見えてるんだ。いい人見えてる。いっぱい持ってるおもちゃ。はい、今から甥っ子と歩いてスーパーの方へ行きたいと思います。はい、ご飯食べる人。全然来ないんですけど。